手作りのでんぷんのりを使ってカラーボールを作ってみました。市販の合成のりや防腐剤が入ったのりを使うと手が荒れたり痒くなったりするという方はこの方法をお試しください。耐熱容器と片栗粉かでんぷん、水を用意します。耐熱容器に片栗粉を小さじ1/2ぐらい、水を大さじ2杯ぐらい入れてください。よくかき混ぜたら電子レンジに入れて10秒ほど加熱します。素早くかき混ぜてまた電子レンジで10秒ほど加熱します。これを繰り返すとだんだん透明になってとろみがついてきます。ブクブクと泡立ってすっかり透明になったら粗熱を取ります。そのまま冷ましておけばいいのですが、急ぐ場合は氷水に入れてかき混ぜてください。冷めると粘り気が強くなってのり状になります。作業の前にいつも使っているハンドクリームを手につけましょう。こうするとボールがくっつきにくくなります。でんぷんのりを一さじ手に取り、それを両手になじませます。手のひらにつけたのりにお花紙をくっつけ、コロコロとボール状に丸めていきます。あらかた丸まったら指にでんぷんのりを取り、周りになでつけていくときれいなお花紙ボールが出来上がります。手作りでんぷんのりは水とでんぷんの量によって硬さが変わります。何度か試してちょうどいい硬さを見つけてみてください。他の工作にも使えます。口に入っても安心なので小さいお子さんにも使えますね。